これは、ビルボードマガジンのシングルチャート、特に、ビルボードホット100に基づいて、重大な偉業や金字塔に焦点を当てた総合的な一覧表である。この一覧表は、1955年1月1日付の発行日から現在までの期間に及ぶ。ビルボードホット100は1958年8月4日付の発行で始まり、現在、 米国における標準的なポピュラー音楽チャートである。ホット100の作成に先立って、ビルボードは、店頭でのベストセラー、ラジオで最も流れた曲、ジュークボックスで最も演奏された曲、トップ100という4つのシングルチャートを発表した。20位から100位に及ぶこれらのチャートは、1957年から1958年の間に、その都度段階的に廃止された。 厳密に言えば、ホット100チャートの歴史の一部ではないが、これらのチャートから厳選したデータは算定のため、かつ啓発的でないまたは誤解を招く、特性評価を避けるために含まれている。以下に記載されている全ての項目は、特に明記されていない限り、ホット100の日付である。注釈、ホット100以前の記録失点、最終エントリー集の年出点、 アーティストごとに記載された最大の1位曲は、ビルボードが算定したホット100での総合的な成績を反映させており、マドンナのライク、エイバージンのように、そのアーティストにとって最も多くの週間1位を獲得したシングルであるとは限らない。他にも、マライア・キャリーの We Belong Together が14週に対し、ボーイズ・ツーメントのデュエット曲、One、Sweet Day は16週。 マイケル・ジャクソンは、ポール・マッカートニーとのデュエット曲、生成生が6周に対し、ソロ曲、ビリー・ジーンと、ブラック・オア・ホワイトは7周。ホット100以前の記録を含む、出展、ホット100以前の記録を含む、注釈、出展。ありがとうございます。